今週はみんなの町の身近な相談相手、民生委員児童委員の活動についてお送りします。民生委員児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けた地域で一番身近な相談支援のボランティアです。一定の区域を担当し、支援を必要とする人々に対して福祉サービスなどの情報提供を行い、また住民の一員として地域の福祉活動に参加するなど幅広く活躍しています。例えば子どもの成長を見守る活動では、ご覧のような朝の挨拶運動をはじめ、子育て支援センターのお手伝いや不登校児家庭へのサポートなどを行っています。地域の子どもたちとこういう挨拶運動を やってるところで、子どもたちと話し合ったり、名前を呼んだり、一つの触れ合いとして我々にもいい一環じゃないかなというあれで思ってます。また高齢者の健康を見守る活動では、一人暮らし高齢者の見守り友愛訪問や地域の高齢者サロン活動の運営協力なども行います。高齢者の方々であるとか、若い世代の方々と顔なじみになって、そこからもらう笑顔がね、私の元気の源となっております。その他には他の地域の方々、民生委員児童委員の方々とも友人の輪が広がるというのが一番の財産になっているんじゃないでしょうか。スタジオには県福祉政策課の具志堅さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。民生委員児童委員の皆さんですが、県内にはどのぐらいの方がいらっしゃるんでしょうか。はい、県内では現在2066人の民生委員児童委員が活動しております。大勢の方が活躍されているんですね。ところがそれでも活動が難しい状況なんです。それはどうしてですか。はい、実は沖縄県の民生委員児童委員の数は2368人と決められていますが、実際には300人近くが不足しています。そのため人手の足りない地域については、一人当たりの受け持ち世帯数が増えることになり、一人一人の負担が大きくなってしまいます。なるほど。そのためにも多くの方に民生委員児童委員になっていただいて、改善につなげたいですよね。そうですね。民生委員児童委員は地域の皆様と関わり、楽しくやりがいもあります。この活動に興味を持たれた方、安心できる地域づくりに参加したいという方は、ぜひご連絡いただきたいと思います。わかりました。そして5月12日は民生委員児童委員の日です。その日から1週間を活動強化週間として、各地で一斉にさまざまな催しが行われますので、皆さんもこの機会にぜひご参加ください。具志堅さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて県からのお知らせです。県では県内町村在住の母子家庭の母および父子家庭の父を対象に、高等職業訓練促進給付金を支給します。詳しくはご覧のところまで。公益財団法人沖縄県国際交流人材育成財団では、平成27年度在沖縄米軍施設区域内大学就学者を募集します。詳しくはご覧のところまで。心身の障害などにより一般の歯科医院での治療が困難な障害児を対象に、全身麻酔での歯科治療を実施します。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。番組でご紹介した内容をもう一度見たいという方、うまんちゅ広場はインターネットでもご覧いただけます。こちらへぜひアクセスしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。